運命線の長さは3センチ。どうも占い師のブラシです。みんな何してるの？僕デンガンです。はじめまして、よろしく。日の出そう、占い師だよか。僕何歳まで生きれるかな。2歳。僕5歳なんだけど、占い師さんこれ逆じゃない？というわけで、はい、企画終了。はい、これはですね、なんと俺が開発した素晴らしい最先端ゲームでございます。マジっすか？マジスティックです。これはすごい。マジスティックです。ほんまにゲーム性ちゃんとしてたら俺びっくりする。いや、ほんまに。いや、これは正直マコのセンスが全て。4年外のマコのセンスが全てですけど。あ、そうなんですね。どういうものかっていうとですね、どういうもの？4人いて1人だけ違う企画が与えられてるわけですよ。あ、その1人が誰かは分からない。で、結果企画をしてみて誰が違う企画をやってたかっていうのを当てるゲームでございます。なるほど。皆さんルールは分かってる？ルールは分かるんだけど、意外と単純でしたね。意外と単純でした。もっと含みますかと思いました。というわけで早速やっていきましょう。マルゲリータ魔法水。おおおお、企画ですよね。これまず携帯かなんかで来るんかな。いえ、ここにお4枚のカードが。おぉ、マジ良い瞬間。お、そんなことできるんだ。このうち3枚が同じ企画。おぉ、一つだけ違う企画となっています。うわぁ、めっちゃおもろい。これおもろいな、おもろいよ。で、みんなに見えないように自分だけで確認してください。見ます。はいはいはい、いいっすね。確認しましたか？はいはいはい、確認しましたよ。大丈夫ですか？はい。じゃあそれはね、絶対他の人に見られないようにお願いします。ここに絶対もう二度と触りません、これは。はいはいはい。というわけで普通にも企画やります。はい、じゃあ企画みたいな感じ。どうも占い師のブラシです。ディガーです。キミロンです。スンです。はい、というわけで今回の企画なんですけれども、はい、いやー来ましたね、ついにこの企画。来ましたね、この企画。来ましたね、来ましたね、この企画。いや、もうずっとやりたくて、ウズウズして。アプリ紹介なのかな、これ。アプリ紹介なのかな。まあまあ、それの、それの、まあ、どうなるかっていう。そうなんですね。はいはいはい。そのアプリ結構使ってらっしゃいます？いや、まあ、僕は、そんなにかな。え、そうですか？そんなにか。1日5ツイートぐらいする。そのアプリ、お前今そのアプリのこと言ったけど大丈夫？ええまあ、青い鳥のアプリ。はい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 、やってみましょう。はい、それに各々の説を持って最後ちょっとこう、すり合わせるみたいな。すり合わせる。各々がメイメイするパターン。各々がメイメイするパターン。各々ってことですね。だから企画っていうのはそういう感じじゃないですか。じゃあ一旦質問発表してみます。あ、じゃあ行きましょう、行きましょう。はい、じゃあ私がやります。こちらでございます。お、嵐の1枚目のシングルは嵐か感謝感激雨嵐か。なるほど。おー、なるほど。できた問題ですね。結構いい問題。いい問題ですね。結構いい問題ですね。はい。で、僕の質問はこちらです。うん、ディー。一番ガンディかサンディ。ああ、なるほど。うん、なるほど。なるほど。はいはい。そうですね。僕としてはまあいい感じなんじゃないかな。なるほど。はいはいはい。じゃあデンガーさん。絶対に必要なのは冷蔵庫、洗濯機。おお、まあまあ。こういう質問ですよ。絶対に必要なのは冷蔵庫、洗濯機。僕も結構はっきりしてますね。お、もっと増えてほしいゴミの回収日はペットボトル、オア瓶か。おお、なるほど。あー、なるほど。一旦じゃあこれで投票してみます。はい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 、いきます。はい、これ全員ですよね。追加しますよ。じゃあ現状でも怪しいなと思ったのは、はい、僕電ガンさんかなと。いえ、なぜ？僕らの層って料理しない人多いと思うんで冷蔵庫いらないと思うんですよね、多分。いや、そういうつもりで冷蔵庫を入れてない。洗濯機でしょ、圧倒的に。それでも俺らは多分洗濯機の方が大事かもしれんけど、世間的には冷蔵庫の方が大事じゃないかなっていうふうに俺は思う。僕はでもスーさんの方が怪しいかなって思うんですけど、キムさん何意識しました？これもうこれ作るにあたって考えてることは電眼さんと一緒だと思いますからね、僕は。そんな気するんですよ、僕は。キムさんと僕は同じことやってる気するんですよ。これはやっぱ、なんかな、俺らって違うことやってる気する。そうですね。これはそうですか。どういうこと意識して作ったんですか、その質問は。え、いや、もう、いや、意外とまあまあまあ、いい感じなんじゃないかなと思って。まあでも、いい感じとしか言えない。嵐知らん人もいるからね。そうですよ。嵐知らん人もいるから、下の答えかもしれんけど、でも、嵐の嵐って超わかりやすいやん、まず。こいつは天然な場合もあるから。あ、そのパターンもあるから、わからんねんけど、これはわからんけど、
でも俺は俺のよどうでしょうかねこれ。まあ、そろそろじゃあ一旦お読みますか。お読みます。読みましょうか。パーセンテージを発表しましょう。じゃあキムからでいきましょう。僕はですね、はい、ペットボトルが 85%、 瓶缶が 15% です。おお、へえ、それは狙い通りなんですか。それ言えいいのかな。それ言えいいのですか。いや、やっぱペットボトルの方が多いんやって。普通の感想言っちゃうわ。そうですね。じゃあ、はい、いきましょうか。はいはいはい、僕冷蔵庫 79%、 洗濯機 21% です。おー、はい、近いっちゃ近いね。そうですね、そこで過ぎ合わせてきてたんや。そういうことですね。はい、じゃあ僕見ていいですか。はいはいはい。おっ、おっ、なんすか。ガンディが 80%、 サンディが 20%。 あれ、ガンディが 80%。 あれめちゃめちゃ似てるね。リアルツーさんは、うん、僕は嵐が 87% で、監視官ギャメルシが 13% です。わあ、全員なんか近いことやったな。あれ、お前ちゃうか。お前誰よ、お前お前や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 お前。一番下手くそな質問したのはこれデンガーさん。いやいや、なんでなんで何パーでしたっけ。俺 79-21 やで。 79? だからほぼ 80-20 やな。俺危ない橋渡ったね。え、危ない橋渡った。危ない橋渡ってなくない。いやいや、これ同じくらい大事でしょ、どう考えても。僕らの層って用意しない人多いと思うんで、冷蔵庫いらないと思うんですけど、洗濯機でしょ、圧倒的に。それとも、いや同じくらい大事やけど、結果はどっち答えるって言ったらこっちの方が多いかなとかは思って、思ったら作ってるけど。おー、うん、幼稚園児がその感性持ってきてるやん。まあ、まあ、逆に占い師それ分かってないんだ。お前捕まえるぞ、お前は。え、君には法律を扱う権利はないよ。じゃあ、そうしたらいい。じゃあこれ指さす感じやっけ。指さす、そうですね。これ指さす、はい、狼だと思う人を、はい、指さしてください。はい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 、いきますよ、はい、せーの。え、スニが2で、スニが2で、俺が2、はい、俺のスニや、はい、何笑とんの。こいつや、こいつや。あー、これちょっと待って、待って待って、やばいやばいやばい、もうやばいやばい、もうやばい。ラダンさんのやつ見た、インサイダーゲームの、あの、勝ちを誇った瞬間のさ、何が。もうお前らの決戦の意味ないねみたいな顔見たことあるもんね。お前らの、じゃあ、まあ、じゃあ、俺らは入れ合うから、2人で話し合いみたいになるんじゃん。まあ、一旦人間さん殺しといてもいいよ。いや、だからもう一旦とかないんよ。これ、ここまで、この前調査めてたけど、このゲームこれで終わるのに、俺が死んで3人で続くとかないんよ。俺はでも、結局デンガーさんがやっぱ並列的かなと思ったから、うん、デンガーさんに入れるわ。じゃあじゃあデンガーさんに入れましょうか。はいはい、3、1で、はい、もうデンガーさん、はい、はい、一斉の手でひっくり返して、一斉の手でひっくり返して、はい、行きますか。行きますよ、はい、せーので、え、すんでしたー。えぇー、お前今あーあーあー、おい、え、お前めっちゃいいやつやん、お前。なんか俺とすん絶対違うってなったもん、俺すんの回答見て。いや、まあ、そうです。え、すん気づいた、自分で勝負さって。リンカーさんと違うかなと思ったんですよ。でも自分らの今の最後の投票のせいで負けたんやで、俺ら3人。これはやっぱり91を少数派にした魔法はあるよ。あ、はい、すいません。いやでも、いやいやでもそんなことないよ。これ当てれたよ、多分当てる口はあった。はい、というわけで、はい、1回戦目はさあ一人勝ちです。はい、2戦目ははいこちらでーす。あ、なにこれ、なにね。はい、というわけで、はい、これから2戦目の企画のカードを配ります。お願いします。 OK、 見えた。あ、そこ、これで見た赤いやつね。はい、自分だけ見てください。はいはいはい、はい、もう見えんように置いておきましょう。はいはいはい、あ、こいつらもね、僕はもう触りませんから。はいはいはい、いやー、ついにこの時が来たね。来ましたね、来ましたね。いやー、やー、今まで返してんねん。1年に1回。あ、お前待ってたんや。待ってました、待ってました。お前怪しいで言っとくけど、今、うん、いや、お前まで。いやいや、自分前、それ待ってなかった。しかも怪しいって自分が一人かもしれへんので。いや、そうそう、分からん。じゃあ、お前進めてみろよ。あ、ちょっと近く進みますか。あ、待って、え、待ちに待ってました。このために、このために、このために、この入り口を待ってきました。このパンを使って今日はね、いや、パン使うね、これ。このパン、パン使えますね、これ。もう、おのおの使ってみますか、パン。あ、確かに確かに、はいはいはい。一旦、まあ、はい、
行けるとこまで行きましょう。行けるとこまで、ね、行けるとこまで行く。はい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 。じゃあやります。ただ俺これ待ちに待ってますから早く食べたい。もうね、口の中にこのパンを入れたくて仕方がない。入れるんだ、口に。口に入れる可能性ないですか。いや、え、入れます。もうもうもう、まあ一応あるか。ゼロではないです。ゼロ。じゃあ行ってみます。行きましょうか。行ってみましょう。はい、お前前で、お前前で。俺はもう全部この後どうなるのこいつ。この後どうなってもこいつに入れる俺は。じゃあもうお前の掛け声で、すんたくん。はい、それでは始めたいと思います。すんたくん。よーい、始め。お、お。あ、いい感じっすね。まあまあ、まあ、いい感じっすね。すげえ、熟してる感じとかもわかる。あ、変な声出すなって。そういう感じっすよね。うん、まあ、そういう感じっすね。あ、しょ、あ、そうっすね。あ、欲しいよね、なんか。みんなさ、なんかこうやってさ、ちょっと、あ、してるのさ。いや、お前真ん中くり抜くしかしてないよ。そうなの、それ。あなた、一人逆やってるやん。パン逆にしてるやん。エヴァ入りますよ、ね。なんで、なんでそんなこと言うの。ガチの音。ガチの音やったら、ガチの音やったら。いや、まあ、これ、こうやって食べると、俺は初見なんや。初めてやってる。いや、これはだから、じゃあ企画で置いてます、今。え、逆になんで、みんな残してないんですね、みんな。あんただけ違う企画してるからですよ。そうです。あんただけ違う企画してる。あんただけ違う企画してるからでしょ。普通の YouTube やったらお前ボスの企画でしょ。お前一応企画でやってるからさ、目的が違うから。これが企画の目的やったら多分ボスやけど、これは少数派を当てるっていう目的やから。はい、企画人狼では企画はやっぱしないといけない。とりあえずまあヒロさん、じゃあこのパンどうでした。まあ僕はでも5枚切りではなくて6枚切りが好きなんですね。だからちょっと分厚かったかなという印象ですね。うん、なるほどね。でもはなんかスンさんがね、やっぱ焦ってたよね、途中なんかもう。そうですね。お前だって全然とりあえず企画してなかったもん。なんかいやいやいや、これが企画なんですよ。でもあの今のスンへの下りでカノンさんが少数派ってことが俺の中で確定したから。俺の意見にのこのこついてきたから、はいはい、あ、これも自分の意見ないわと思って、はい、あ、飽きませんってなってた。なんでそんなこと言うよ、お前。え、で、俺とキム一緒やったもん、でも使ってたもん。いや、キムさんの多分こっちより。いや、そうです。なんで僕、デカサルでしたよ。僕、デカサルでした。いや、俺も寄る。いや、俺も寄らないよ。いや、みんなに寄ろうや、みんなに。なんで、いや僕はあの花尾さんの振りに対して花尾さんが望みそうな答えを返してあげた結果全然反応してこなかったんで、ああ違うんだなと思いました。ああ、なんで少数派と自分が思ってる場合はなんか多数派に乗っとくってのが結構そうですね。そうですね。お前の周りっていつも人も集まるからいいよな。だからそういうことじゃないよな。さっき、食べ終わる瞬間にスンと目が合って、あ、多分一緒なんだ。あー、なるほど。で、最後の最後までこうやってパンの耳残すやつ、はい、大体悪者。先にいいとこからしか食べずに後で悪いところを目つぶろうとする考え方ある。これは悪いやつの考え方やから、今の完全にワードが、はい、投票言いましょう。あ、投票そのやり口知ってるぞ。そのやり口、今日絶対どっかで披露したろうと思って。一旦じゃあ投票一回行ってみます。なんか見えてますけど。見えてますけど。せーの、3-1ね。3-1、はい、3-1、はい。花尾さんが勝者だ。花尾さんです。じゃあ、俺行きますか。絶対これさ、王道パターン引いたはずじゃないかな。俺行きます。はい、オーケーです。せーの、ドン。やっぱりかいや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 、まあまあまあ、でもまあマジか。遅食いだと思ってました。あ、俺も遅食いだと思ってた、はい、いや僕は食レポだと思ったんで6枚切るのが良かったですねみたいなこと言ったんですよ。あーあー、望む答え返したんですね。望む答え返したら乗ってきたんで、あ、やっぱりでも早と遅さと分かりやすすぎるって言ってました。そうそうそう。で、早食いじゃなくて食べる系でなんか企画って考えて食レポだった。おー、それすごいっすわ。もうやめますかこの企画。もうやめますかこの企画。